オストワルト標色系の色立体三次元外年図、オストワルト標色系とは色彩調和を目的に作られた標色系。ノーベル科学賞も受賞したドイツの科学者であるビルヘルム・オストワルトが1923年に考案した。オストワルトは調和は秩序に等しいというギリシャ以来の考え方を支持しており、この標色系の色立体において直線、円環、 菱形などの図形を示す、色同士の組み合わせは調和すると説いた。この考え方は、PCCS におけるトーンによる調和の考え方や、ドイツ工業企画の臨表色系にも影響を与えている。混色系の表色系では色表を持たないことが多いが、オストワルド表色系は、配色が考えやすいというメリットからデザイナーに好んで用いられた経緯があり、 混色系としては、例外的に、アメリカ合衆国で CHM という色表が作られていた。一方で、オストワルト純色と呼ばれる色をベースとした表色系であり、技術の進歩によって表現できる色が増えても容易に対応できず、それによって色の伝達目的で用いるには他の表色系に劣ると言われる。ヘリングの心理音源色の考え方を引き継いできと、青。 赤と緑を円環状の対抗位置に配置、その中間に大々と青緑、紫と黄緑をそれぞれ対抗位置に配置することで基本8色相を定め、さらに各色相を3分割して24色相を定める。オストワルト表色系において色は理想的な白、理想的な黒、理想的な純色の混色と考える。その混合比率によって色を表記し、 マンセル表色系のような、明度、サイドの概念は存在しない。理想的な白の割合を白色量を、理想的な黒の割合を黒色量を、理想的な殉色の割合を殉色量と呼ぶ。白色量、黒色量、殉色量は混合比率であることから、相和は必ず100になる。以下は赤を例とした、等式そうめんのイメージ。等式そうめんは、 無彩色を、底辺、純色量を超角とする二等辺三角形となっている。無彩色は、基準となる灰色を基準に、白に近い色から順に、ACEGILNP の記号が振られている。有彩色は、無彩色の記号を基準に、同じ程度の白色量を、黒色量を持つ色に、同じ記号が振られ、その度合いは、黒色量白色量の順に、 記号で表記される。例えば同じ G で始まる、下とがは同じ黒色量を同じ A で終わる、砂と名は同じ白色量を意味する。同じ黒色量の色の列を等黒系列、同じ白色料の色の列を等白系列、同じ純色量の色の列を東純のの列を系列と呼ぶ。形状は すべての色相で同じで、色立体の形状は上下対称の綺麗な二重、円錐型となっている。なお、本来理想的な白は白色量100、理想的な黒は黒色量100であるが、そういった色は実際には存在しないため、実用上の白色量は3.5から89程度、黒色量は11から96.5程度の値となっている。基本的には、 色相番号白色料黒色料の順に記載するが、無彩色の場合は色相が存在しないため白色料のアルファベット1文字で表記する。オストワルトは以下の6つの調和法則を挙げた。これらの法則はグラデーションやトーンの概念にも通じるため実用的と考えられる部分が多いが、和星の調和については調和の原理を拡張しすぎて実用性に欠けるとの指摘もある。 a b c d e f g h i j k l m n o p q r マキキュアムチョ、カラーデザインのための色彩学ハット abcdefghijklmnop オストワルト表色系とはリクカラーコンフォート2021年7月12日閲覧配色の調和東洋インク2021年7月14日閲覧ありがとうございます